見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。ノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ、フードバースター。いっけ、うんって。立て直すわよ。危ない、ジョンボーさん。麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか。確かにワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。あ、俺の帽子がねえ。見つけた時にはなかったな。まいったな、どこに行っちまったんだ。沈んでんじゃねえか。うわっ、危ねえ。なんだ、
この島どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。急ぐ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のお菓子の嵐の時に降ってきた氷みてえだな。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブラックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。ナミ、ゾロ、ブルック、おい、ブルック、ゾロー、ナミー、ブルック、ナミさーん、ナミー、ブルック、いなくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけて合流しねえとな。それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけねえ。俺も一緒に行くぜルフィ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。ナミたちいたか？
いや、この辺りには見当たらねえ。みんなどこ行っちまったんだ。ここは岩が崩れちまってる。この状態じゃ先には進めねえし、あいつらも島の奥には行ってねえはずだが。おい、ウソップ、これサニーの怒りじゃねえか。ああ、着水の衝撃で飛ばされてきたみてえだな。サニーに戻してやんねえと。なんだ今の声。行ってみよう。おい待てよルフィ。しょうがねえ、俺もついていってやる。しかしよ、今のは一体何が吠えてたんだ。みんな合流したらそいつを探しに島を探検だ。いや待てルフィ。おい、サンジ、いたか？ナミたち。この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよナミさん。すぐに助けに行くからな。この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲のない空から落雷、考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょう、ルフィ。この辺、かすかに波の匂いがするぞ。本当か、チョッパー。波の匂いはこの洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。
ナミが大変だ。ルフィ、助けよう。なんだ？こいつらあのゴリラの仲間か？さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。行くぞ。俺とやり合おうた。いい度胸じゃ。なめんじ
じゃねえ。よく覚えとけ、コックに逆らうと痛い目見るってな。なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ来るのかよ、しつこいな。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。やるぞ。ゴムゴムのガトリング。おっさん、サンジ、メシ。あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。待て待て、ルフィ、そっちの道じゃねえ。あ、そうか。ナミさんはこっちだ。チョッパー、こいつも俺たちに出て行けと言ってるのか。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。え？いやあ！ウソップ！ゴムゴムのピストル！
に任せろ。ムートンショット。その程度だ。治療なら俺に任せろ。大丈夫。これでみんな治せる。ピヨピヨピヨ。バースカート！ピッピーヨー！ピーッ！あんにゃろー！ゴムゴムのガトリング！これでみんな直せる。めまいが。一人残らず下ろしてやる。かかってこい。バースカート。無事でよかったな。危ねえ、食われるところだった。あの鳥のくちばしで全身穴だらけの死体にならなくてよかったわ。いや怖いわ。こっちで合ってんのか。うん。波の匂いがしてる。間違いない。ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ。行くぞ。かねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。
がいたぞ、ルフィ。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞ、クソゴリラ。なんだ、またかよ。どけ、サル。あら、こっちにも。ハサミ打ちか。上等だ。相手になってやる。どかねえなら、ぶっ飛ばしていくぞ。コックに逆らうとどうなるか、教えてやる。敵手の腕を見せてやる。邪魔するなら容赦しないわよ。支援フルール、デルフィニウム。俺の蹴りを食らいたいのはどいつだ。ディナーの準備に取り掛かるとするか。うおー、サンジ、飯。俺はまだまだ強くなる。このキャプテンウソップに不可能などない。クソジジイの蹴りに近づいたか。成長を実感できるほど強くなれたのね。みんなの役に立ってみせる。ようやく体が温まってきた。一緒か。ああ、あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよ、クソマリモ。喧嘩しとるバイクか。
クソゴリラ、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。なかなかやるわよ。ミラージュテンポ。テーブルキックコース。その程度だ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピスト。チエンタフルール、クロトワマード、ジョック。おいお前、降ろしちまうぞ。
けるか。ゴムゴムのジェットバザーカー。これは気を抜けなそうな相手ね。今行くわ。ちょっと痛いぞ。ディアブルジャンブフランバージュシャット。めちゃめちゃ効いたぞ。よっと。ゴムゴムのジェットピストル。ありがとう。助かったわ。ナミさん、無事でよかった。よし、ナミもゾロも見つかった。あとはブルックだ。海の一流コックは技も冴えてこそだ。このキャプテンウソップに不可能などない。スーパーパワーアップ。ナミさん、無事でよかった。迎えに来たよ。おう、ご苦労。前じゃねえよ、クソ剣士。すげえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは、どうしたフランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。ああどこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。あ、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ恐れ入ります。まさかあれが海賊。